14歳です。名前をミナと言います。続いてその隣にいる声優は、はい、こちらは2歳のメスの声優師、こちらミナの子供ですね。名前をナモハと言います。はい、ミナの子も可愛らしい声で返事してくれました。お母さんから記録をもらう筒子の霊長に、現在では他の魚を食べて、どんどん大きくなっています。生まれた時48キロほどだった体重も現在160キロを超えています。ダイナの葉の可愛らしい姿もぜひご覧ください。はい、続いて真ん中に上がってきました声優は、あちらは56歳メスの声優で、名前をしずくと言います。はい、そしてあちらでお姉さんから2頭の声優が餌をもらっていますが、はい、はい、体の小さな方の声優ですね。あちらは5歳のメスで、名前をイル。イル。はい、そしてお客様側の方にいる一番体の大きな声優で、当館唯一の僕の声優です。実は今日4月23日で9歳を迎えました。名前をおめでとう、リク。はい、声優は前回ではベーリング祭や北極海で名前をミナと言います。見せちゃった。はい、続きまして、その隣にいます声優体次第ですね。こちらはミナの工場で2歳で名前をミナと言います。お母さんのお会いと餌のお母さんを教室に食べますね。スポーツ移動中です。48キロほどだった体重は現在成長して260キロにまで増加。260。はい、そして続きまして真ん中に上がってきました。今日は見えない。はい、そしてあちらはですね、2歳の子供で5歳の子供で名前をリクと言います。おめでとう。